例の憑依とは関係ありますか。私は乖離性同一障害と言われましたが、チーム村井さんがいいよ。どうなる。一概に全部とは言えないんじゃない。へえ。これぐらいも、なんだろう、万に一つっていうか千に一つぐらいあるかもわからない。あ、そうなんだ。うん。絶対ないとも言えないしさ。新宿駅の地下のめちゃくちゃお肌張ってある防空みたいなところ行ってほしいです。どこですか。新宿のお札貼ってある地下、新宿の詳しい場所分かりますか。新宿の地下道じゃないのかね、分かんない。新宿もでかいからな。新宿駅の地下のめちゃくちゃお札貼ってある防空壕みたいなとこ。新宿地下道お札、あのホームレス立ち入り禁止って書いてある札じゃないの。あんまんでも新宿の地下前って今夜入れないんじゃないの。そうなの。分かんない。ホームレス対策でもって閉めちゃうんじゃなかったっけ、駅地下でしょ。駅地下って確かホームレス対策で駅をシャットダウンして閉めちゃうんじゃなかったっけな。いや23時まではいるよ普通に。じゃあ終電終わると。あ、そうだそうだ、終電終わるまではおるよね。うん、駅みんな今シャッター下ろしちゃうもんね、どこも。うん、どこのことなんだろう、わかんないな。ね、気になる。痛めたい。駅だったらね、駅じゃないとこだとヤクザモンのビルだったりなんかしてさ、もうストップがかかるからね。そう、歌舞伎町ね、いっぱい怖いとこあったのよね、歌舞伎町いっぱいロケしたんですよ。そしたらみんなヤクザの所有だからやめた方がいいっていうね、プロフェッショナルの人からね、ストップがかかったんですよ。やめた方がやる。すごかったよね、あのさ、裏階段のとこから投げられてた人とかいたよね。いっぱいありましたよ、歌舞伎町。さすが歌舞伎町でした。怖かったね、あれね、事件にもなってないんだよね。結構突撃してさ、ピカさんとね、突撃してさ、有名なそのビルとかの中入ってってさ、エレベーター乗ったりさ、鉄格子の張ってるさ、もう屋上まで上がれなくなってるさ、階段とかね、撮ってさ、秘蔵の動画あるんですよ。うん、ボツになった動画何個もあるよね。そうそう、秘蔵。ラブホテルもある。秘蔵すぎちゃってね。うん。理解できないままは怖いんでしょうね。うん、だから宇宙人も小さいおじさんもみんな一緒でしょ。宇宙人もお化けも一緒に捉える人っているじゃん、うん、あのお化け見イコール UFO 見えますかってなるけどさ、全然違うっていうの思うしさ。うーん、小さいおじさん見てみたいな。小さいおじさんそこらにいるよ多分。僕は3回見てんだから。でも3回しか見てないか。渋谷でしょ。そう、小さいおじさんタクシー止めるのに手挙げてても気がつかないからね。ちっちゃいから。面白い。タクシー乗ろうとして手挙げたりする。どうだろう、分かんない。気がついたことないね。小さいおじさん見たことある。すごく小さかったけどスーツ着てました。スーツ着てるんだ。そうそうそう、普通にね、なんだろう、普通の格好してますよね。なんか芸能人の人も見るけどさ、なんか人それぞれ大きさが違うよね。こんくらいやったらさ、パパはさ、膝下くらい。ああ、そう、僕はね、膝下ぐらいのね、猫くらいの。そうそう、猫くらいの感じでさ。でも、こんくらいの見える人も。でも遠近感があるからわかんないよ。そんぐらいだろうなって憶測だからさ、こう間近で見たわけじゃないからね。うん、パパ、あれっていうふうに思ってさ、猫かなと思ったら、あれは人だったっていう感じだからさ。小人さんね、アリエッティ。パパ、小さいおじさんって妖精とかなんですかって。いや、僕の感覚では普通のおじさんですよ、小さい。うーん、普通の生き物。なるほど。僕が見た感じだよ、うん、お化けとかそういうものではなかった。うん、吉原ってお化け多いの。多いね、多いと思う。僕は吉原あんまり行ったことないからせようはないけど、多いですよ、もちろん多いですよ。へー、今度行ってみる。吉原ね、でもあそこもヤクザも多いからね、何やってんねんって思われるからね。やめよう。お化け怖いって周りの大人から刷り込まれてしまうんですよね。私は洋画のフィールド・オブ・ドリームスが好きです。ああ、ハヤトモがいいって言ってたやつだね、フィールド・オブ・ドリームスね。面白いって言ってた。ハヤトモもね、勧めてましたよ。あとなんだっけ、あいつが勧めてたやつ、
見たらなんか僕にはちょっと理解できなかったんだけどさ、それもね面白いって言ってたね。へえ、うん、関ヶ原の合戦のとこ行ったら亡くなった方がいっぱいおられるんですか？いっぱいいるだろうね。いっぱいおりそうよね、うん、でもだいぶ落ち着いてるよね。関ヶ原の合戦ってさ1600、あの戦国時代でもさ、いわゆるこう無法地帯からさ、ある程度体制が整ったところでの戦じゃん、うん、だからちゃんとしたなんだろう軍隊としてどうなんだろうと思うんだね。ちゃんとした正規軍しか戦ってないような気がするんだよね。突撃とかって言ってさ、いわゆる普段農民やってたりとかそういう人たちじゃなくて、鉄砲を撃つにしてもそれなりに戦いというものを練習した人じゃないと、だけがうわーって言って、あと後ろで旗振ってただけなんじゃないですか。うわーそうなの、そんな気がするんだよね、なんとなくだよ、なんとなくね。それなりにさ、こんだけ例えば、江戸が100万の人口があってさ、そういう関西が何百万って、その地方が全部集まってさ、うん、10万対何十万とかじゃん、うん、なんか、多そうだけど全体の人口比率からしたらそんな多くないと思うんだよ。100万の人口とか、こっち300万の人口の中から30万台したってことは10人に1人とかさ、そこで割と選ばれてる人がいてさ、いるんじゃないかなと思ってさ、だから後方支援部隊で兵糧を運んだりとか、そういう人たちはもちろんいっぱいいたと思うよ、荷物運びのさ人たちはさ。だけど実際に戦う人たちってそれなりに俺覚悟してる人たちだから、その以前の何でもいいから戦ってこいという人たちよりもいくらか覚悟決まってんじゃない？うん、うん、多分ね。なるほどね、確かに。時間入りたくないね。なんで？だったらそのまま帰ってこないと思うよ。迷ってね、千葉さんがね、時間入ったけど何も感じませんでした。うん、あとさ、ビニール紐あんじゃん。うん、ビニール紐、うん、ゴミとかを縛る、うん。あれをさ、木に縛ってさ、うん、ずーっとそれをたどりながら中に入っていく人は、入った跡がいっぱいあるところがあるのよ。自分が帰る道も分かんなくなって、それを切る人がいる。へえ、うん、そういう噂があるよ。でも その紐がいっぱいあることは、とこは確かにそうなんだ。そこだけですっげえ怖いよ。怖亡くなった人、ね、亡くなった人がさ、お金を持ってくのよ、お財布とか時計とかしてんじゃん、そういう人たちを漁るためにさ帰る道だって、いろんな理由で。だからここに俺あの紐持っててやるからさ、鵜飼の運みたいにさ財布持ったらまたプッて言ってさ、うちちで最後全部切って終わり。とんでもないジジイだな。ハートモはでも樹海行ったよね。あの樹海の案内で、まだ売れる前に映画で村上庄司さんたちと一緒に出た映画で。なんて言ってた樹海。別に何も言ってなかったね。なんかここ自殺しての名所で、ここに何とかがありますよみたいなところ案内されたって。へえ。うん。Thank you.